あ、重くなった。やべやべ。でっけ。バレんな。それでは皆さんおはようございます。おはようございます。初めましての方もいますが、はい、今日来てます。海に一発撮りで一発撮りおはようございます。この見てないか分からない私の名前はあきみさです。よろしくお願いします。最近手話覚えてます。すごいでしょ。釣りだけじゃない。ということで今日は第1回あきみさカッププレ大会ということで、はい、このメンバーで勝負していきたいと思います。はい、でもナブラがありそうなんで、これね、これをかけて、これをかけて勝負です。おお、すごい。ということでレギュレーションを発表します。はい、かっこいい。一番長いのを釣ったやつの勝ち。はい。業種問わず。で、かつ一応写真を撮ってきたらそれでいいんだけど、はい、なんとなく指でこのぐらいっていうので、あ、65ぐらいだなっていう自己申告でもあり。あり。あり。はい、脱もありです。脱もあり。A もあり。昨日脱が出てたって言ってました。優勝。脱狙い。脱狙い。じゃあ脱優勝じゃないですか。ご安全にというところで皆さん、はい、頑張っていきましょう。おお。はい、いつもご視聴ありがとうございます。ジラフです。今日は、あきみさカップですね。で、あきみささん、あとまささん、はい、とトミさんで、皆さんでね、出廷する予定ですね。いやー、今日はなんか釣れるといいですね。あきみさカップですね。あきみさカップですね。あきみさん、どうですか今日は。3秒で釣れます。あ、3秒ありがとうございます。いや、言いましたね。まさどうですか今日は。いや、なんかね、思ったより状況良さそうなんで、これはね、ワンチャンあるのかな。ワンチャンありそうっすよ ね。早く出なくてしょうがないそうですね。そう、トミさん、なんかあります。あ、そうですね、何でも釣れれば。私もそうです。魚がポチャポチャやってるよ。やってますね。じゃあもう早めに行きましょうかじゃあ安全に気をつけて行きましょう。ご安全に。ご安全に。ご安全に。じゃあ頑張りましょう。おお、大丈夫そうっすか。これ、あれリモコンでしたよね。まだ動かしてないですか。どんな感じですか。え、これ 20% ですか。あ、進んでる。え、すごいっすね。ああ、すごいすごい。これで 50% ですか。 50% だと3キロですかね。巡航で3キロ行けばいい方じゃないですか。ビッグバッカー投げていきます。ビッグバッカーも釣れるといいの。釣れるよね、いればね。はい。で、今日はね、ロッドがグラップラー BB でタイプ LJ ですね。で、今日はね、先ほど話したようにマサさん、アキミサさん、トミさんとね、カヤックフィッシングですね、アキミサカッププレハイやってます。ベイトはいるんですけどね、マサさんもヒットしてるんですけど、そっから全然ヒットしてないですね。っていうか、魚はいるけど食わないね。Thank you.
こら中で跳ねてるね。いるんだけどね、食わないね。なんで？なんで食わんの？絶対いるんすよね。なんか当たった？寝かかり？あ、寝かかりじゃないね。当たったね。いや、エラーライ。あ、なんか上がるね。そんな大きくない？あ、重くなった。やべやべ、でっけ。バレんな。元気だね。やばい。弱んないね。なかなか元気。多分シーバスっすね。いいサイズっすかね。あ、ようやく。いや、まだわかんないっす。やった。でかいっすね。やった。C のバスコちゃん釣れました。これいくつだろう。でかいんすか。いや、ダイソー V です。ダイソー V。 はい、上の方っすね。ただ巻きできました。なんかベイト、イワシがいっぱいいるよね。さっきから魚跳ねてたんすよ。で、ミノを投げても食わないですよね。ヒットしました？ああ。あ、昨日フグすごかったみたいですよ。そうなんだ。はい。俺はフグ釣れなかったんですけど。お、でかい。久しぶりですね、シーバス。跳ねてます、この辺。この辺いますよ。これでかいっすね。いきなり跳ねました。ボイルしてましたね。これいくつだろう。わ、でっかい。了解っす。おお、でっか。70ですね。はい。はい、70のシーバスですね。釣れました。はい。了解です。よし、こんな感じでやりました。おお。よし、ありがとう。じゃあね、サンキューね。ありがとうございます。ありがとう、シーバス。シーバス釣れましたね。ヒットルアーダイソー VJ でした。なんかミノーでね、表層ね、発生がいいんですけど、なんかミノーで食ってこなかったんですよね。で、ダイソー VJ ただ巻きでしたね。すごいっすね、ベイトが。ちょうどね、この潮目までね、追っかけて閉じ込めてますね。ああ、またね、イワシの群れですね。いや、イワシの群れがね、サッカーいるんですけど、
たまにバッシャンバッシャン言ってるんですけど釣れないですね。先ほど当たりはあったんですけどね、やっぱね、まあ 朝っていうのもあってね、表層を意識 してるかもしれないですね。ややただ巻きただ巻きなんで、うん、ボトムにもいるね。ボトムから追っかけてるかな。うん、難しい今日は。移動しよっかな。今日は結構ねカヤックボート出されてますね。昨日は結構荒れてましたもんね。暴れんな。なんか、いいか。え、軽いぞ。何のフグ？何これ。あ、まごっちゃん。まごっちゃんです。まごっちゃんだ。やった。面白い。やった。まごっちゃん釣れましたね。まごっちゃん持ち帰ろっかな。ね。おっちゃんお刺身美味しそうだね。ちっちゃいね。30ぐらいか。危ね危ね。いってていってていってていって。暴れない。うん、35ですね。35か。じゃあこれは持ち帰ろう。取れるかな。この辺まだいる。カシャパシャってる。あ、来た。この辺だね。この辺だよね。パシャパシャゾーン見っけ。今日は面白い。このパシャパシャゾーンをね、狙って打ってるとね、たまに当たるんすよね。釣れます。よし、来た。しょっぱら来てよ。あ、なんだ、また軽いね。またまごっちゃん。これはちっちゃいぞ。あ、重くなったね。気づかなかっただけこれ。いや、重い。よし、ちっちゃ。えらーらえらーら。ちっちゃくても元気。元気なバスコちゃん。これか、生後ちゃん？ふっこちゃん。生後ふっこちゃん。危ね。よかったよかった。いっぱいいるね、シーバス。いくつだろう。これはちっちゃいね。あ、これ、あべ。40。はい、40のシーバスちゃん。はい、ね、40シーバスですね、釣れました。ね、ありがとうね。サンキュー。いけるかな？ありがとう。いける？泳いでくれ。泳いでくれた。ありがとう。バイバイ。今日もね、魚に見えないピンクウロロってやつ使ってます。ねえ、なかなかね、気のせいかな。やっぱね、若干ね、気持ち超過がね、増えてる気がしますね。ねえ、これ、気に入ってます。普段はね、これ今、持ってる、持ち歩き用なんですけど、船用ハリスの方使ってますね。で、今日は4号にしちゃってます。8号でもね、全然いいと思います。ちょっと痛みやすいんですよね。でも FG は組みやすいんですけど、エラとかねずれとかね、傷つきやすいんで、やっぱ8号とかね、結構
結構ちょっと太めにしてもねいいと思います。魚に見えないって言われてるんで。お、鳥居さんがサーチし始めたぞ。休んじゃったね。鳥居さんに教えてあげたいよこの辺に。鳥居さんのねアドバイスをいただいてね、早速パチャパチャゾーンまでねたどり着けましたね。鳥居さん感謝してます。釣らせていただきます。では時折パシャパシャしてますね。やっぱこの辺も今日は水色の日か。結構濁りがあるんでね。お、めっちゃ賑やか。後ろかな。お、もう来た。すごい入れ食いじゃん。しかもまた生後ちゃん。うわ、重い。すごいね、今日は。入れ食い。ああ、重い。重いけど生後ちゃん？元気な生後ちゃん？うわ、でっけ。なにこれ？うわ、でっけ。これはバラしたくない。おお、お化けマゴチ。でっけ。うお、すげえ。なにこれ？でっか。やば。なにこれ？すごい。でっかいマゴちゃんですね。ビッグ。まだいるよ。にぎやか。これは持ち帰りでしょう。いくつあんの？はい。おー、でかい。でかマゴチですね。はい。でっかいよね、マゴちゃんちの。いくつあんだろう。おー、すごい。うわ、え？あ、50ジャストですね。50センチのマゴッチャ。はい、ビッグマゴッチですね。すごいね。おお、面白い。はい、こんな感じでビッグマゴッチ。でかい。でかいよ。これはいただこう。なんだろうね、釣れなくなったね。すごいね、イワシの反応は。なんだ、わかった。バラさないでくれ。もうすごい。フグか。あ、これあれじゃん、トラフグじゃん。すごい。トラフグ、でっか。でけトラフグちゃん。トラフグ？何フグかな？フグですね。でっかい。これはいくつ？30ぐらいあんの？じゃあ逃がそっか。よし、ありがとうね。バイバイ。見えるかな？お、泳いでくれた。サンキュー。フグちゃん釣れましたね。まだいるね。この辺まだいますね。面白い。結構引いたね。引いたのか？引いてないのか？なんかトップではね、食わないんだよね、なかなか。エソっぽいっすか？いや、なんだろう。
何でした？ショゴ。ショゴいるんすね。マジっすか？なんか雨が降るみたいっすね。わかんないっす。あきみささんが言ってました。うん、まだ10時とかまでは持つと思うんですけど、もしかしたら雨降るかもしれないですね。なんか釣れました？シーバス。はい、シーバス、うん、あとはもうバラしてばっかっすね、これ。ああ、俺もそうっす。シーバス、マゴチ、フグです。下手くそすぎても。いやいやいや、シーバス何匹ぐらい行きました？バラしたのは結構行きました。4キャッチできたのは1匹だけ。ええ、ああ結構バラしますね。多分なんすかね、俺もそうなんすよ。なんかその、おお、ビッグバッカーじゃちょっとでかいのかな。ボトムもねついてるね、魚。すごい。ちょうどね、このワームに、ヘイテックのワームに近いぐらいのね、イワシですね。フラッシュ J。 わーすごいね、フラッシュ J です。はい、ね、今現在9時40分ですね。いやー、今日はね、朝ね、シーバス2匹ですね。シーバス70のシーバスと40のシーバスですね。そっからね、マゴちゃん35と50センチのマゴちゃん釣れて、で、フグがね、このね、大きいフグが釣れて、で、ソゲちゃんはね、バラしちゃいましたね、今日は。いや、でも、なかなか楽しかったですね。イワシも入っててね、いい感じでした。またね、次回ね、頑張っていきたいと思います。それではね、最後までご視聴ありがとうございました。よければね、チャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。ではね、ありがとうございます。バイバイ。あ、次回来ますね。ありがとうございます。大丈夫です。よいしょ。 あ、大丈夫ですか。ありがとうございます。すいません。あ、重いっすよこれ。ありがとうございます。いや、使いましたね。超絶疲れた。今日投げだったんですけどね。ケツ痛い。ケツ痛いですか？ケツ痛い。これケツ痛くなるんですか？でも、もう1段、2段できるのよ。そうなんですか。これでも、やっぱ、でもケツ痛くなるんですね。怖いね。はい、びっくりした。はい、これなんかやっちゃったら、取れたんだ。そう、ほら、見えないから。はい。見えないと、ごめんと思って、ちょっと横見たらもう、すぐ。そうなんですよ。やべえ、岩だらけだ。もうこれ、10時までやってたらちょっとやばかったんじゃない？やばかったかもしれないですね。ローリーってどうすんの、これ。あ、やりましょうか。一人の時は。でかっ。でかいっすね。見つかっちゃった。うわ、でかい。ちょっと俺、ジラフさんに内緒にしてたのに。絶対優勝だと思ってたのに。いや、絶対優勝ですね、これ。うわ、でかい。コーナーでございます。それでは、真ん中行ってもいい？皆さん、お疲れ様でございます。お疲れ様です。お疲れ様です。釣れたい。何が釣れたかいいの？いいよ、行ってこいよ。じゃあ一人釣ってきますか。トゲさん、トゲさん何釣れましたか。今日はどうですか。今日はシーバス2本ですね、あげれたのは。C2。サイズはどのぐらいですか。47と45ぐらいかな。シーバスです。
どうですか。シーバス2本とマゴチ2本とフグですね。グフです。サイズはシーバスが70と40でマゴチが50。おお、いや長いの、いいじゃん。マゴチリリースしちゃったの。そうだ、いや持ち帰り、はい、刺身にします。ああいいね、はい。とんでもない。僕はシーバスが1のヒラメが1のエソが1。あ、エソいたんすね。サイズはエソが40。でかい。でかい。でっか。シーバスが、40。シーバスがね、60。ぴったり。おー、でかい。で、ヒラメが先にでしたっけ。42。あ、でかいじゃないですか。完璧。完璧、バッチリですね。で、はい、あきみささん、シーバスバラシさんのゲット3。おお。15、50で、最後の最後に、ランカ。ランカ、おめでとうございます。すごい。結果表彰式に移りたいと思います。はい。優勝者のハキミサカです。いやー、おめでとうございます。あ、60じゃなかった。俺だ、60。80のか。ランカーします。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。すごい、ランカー。やりました。やりましたね。やりましたね。主催者。主催じゃないからやってもさ。ああ。そっかそっか。さすが。さすが。じゃあ今日はこれで。はい。お天気というところで。はい。また第1回をプレー終わったんで、ね、声かけします。はい。はい、次こそ勝ちます。頑張ります。仕事、はい、頑張ります。青い相撲です。青い。なんでもあれ。じゃあまた、はい、お会いしましょう。はい。さよならっきょ。さよならっきょ。さよならっきょ。